ふぅ、校則ってのがこうも厄介なもんだとな。学校にいる以上、相手の術中にはまっているようなものだ。この島の青少女に接触するには、なんとかこの校則の中で隙をつくしかないが。青少女を随分と便利に使ってくれたものね。いくらあんでも都合が良すぎるわな。島を治めるのに色々いじってあるとしか思えねえ。校則を変えりゃそれをそのまま青少女の力で強制できる。住民丸ごと島を支配しようってやからにゃ、喉から手が出るほど欲しい青少女だろうよ。待てよ、そうか、校則だ。校則に縛られるのなら校則そのものを変えられないのか。それ、そういうページあったかも。フィロス共同学校心得第96条、生徒会会長はその任期において校則の改定権限を持つ。生徒会会長ってあのザラストラって兄ちゃんだよな。あの兄ちゃんなら話せば協力してくれるんじゃねえか。ダメだ。短い付き合いだが、君たちが私利私欲で動くものではないということは理解している。しかし私にも考えがあって今の校則を維持しているのだ。おいそれと改定するつもりはない。そんな。その考えというのをよければ聞かせてもらえないかしら。フィロス共同学校の校則はイスタバイオン王国の法王モデルに作られている。そして私はこの国の法、この国の在り方にかつて命を救われたのだ。私を生んだ者たちは何というか少々奔放が過ぎるたちだった。顔すら覚えていないとも。物心ついた時点で家には常に私一人だったからな。五つにも満たない子供が自活などできるわけがない。ラクレイスとはその頃からの親友だが、当時の私はハービンの彼よりも体が小さかった。あの頃を生き延びることができたのは誇張なしにラクレイスとそのご両親のおかげだ。しかし家庭の問題には隣人が立ち入れる限界というものがある。そうして私がゴミ山の中で意識を失いかけた時、手を差し伸べ救い出してくれたのは両親でも隣人でもなく政府の役人だった。政府は個人の自由や権利よりも国としての利益、秩序を重んじたのだ。生みの親が持つあらゆる権利を退け、政府は私を子を望むとある世帯にあてがった。種族の壁を抜きにしても子を授かることのできない彼らは私を精一杯愛し育ててくれた。血のつながりなど必要ない。私にとっては彼らこそが両親なのだ。政府が私の家に行ったことは個人の自由を大きく無視したものだろう。しかしそれでも私にはイスタバイオンという国の在り方、今の校則を否定することはできない。これが現行の校則に対する私の考えだ。もしもこれを踏まえてより良い案が生まれたのなら、その時に改めて私の元を訪ねてくれ。参ったぜ。あれじゃオイラたちが何を言っても考えは変わらねえよな。イスタバイオン王国は確かにたくさんの人たちを救ってきたのかもしれません。でも私たちだって引き下がれません。
これまでのことのためにも、これからのことのためにも。しかしミスラに似たタイプの聖少獣なら、波の方法じゃルールは無視できねえ。フリーシアが暴走した時はパーカー社まで使ったんだしな。やはり現行の拘束の中で聖少獣と相対していくしかないのか。何かありましたか？随分悩んでいるみたいですけど。そうね、大した話じゃないわ。ところでそれポスターかしら？貼り出すなら私たちも手伝いましょうか？ありがとうございます。でも大丈夫です。もうほとんど貼り終わったところで。ねえ、それ一枚見せてもらってもいい？どうぞ。ピロス共同学校生徒会会長選挙。こうなったらいっそ団長が生徒会長になって校則を変えちゃえばいいんじゃない？ついに来たな、今年もこの季節が。去年はギリギリで発禁食らったからな。2年連続発禁はさすがに部長に怒られるし、今年は慎重に進めないと。なんだ、なんか気合入ってんな。もしかして皆さんも生徒会長に立候補するんでしょうか？まさか、な命知らずのことしねえよ。で、そうか、ルリアちゃんとか転校生は会長選挙初めてだもんな。生徒会会長選挙は年1回やるんだけど、毎年学校を挙げてのお祭りなんだ。お祭りですか？生徒会長を選ぶだけじゃねえのかよ。元はそうだったらしいんだが、ほら、うちって全校生徒がとんでもない人数いるだろ。それで各部活の部長やら委員会の委員長やらが候補者の応援をやるようになったんだと。で、軽音部なら応援ライブ、料理部なら立食パーティーだとか、どんどんやることが派手になって。で、それならもういっそクラスも含めてお祭りにしちゃおうってなったらしいよ。私、文芸部で候補者を題材にした同人誌書くから、後でインタビューさせてね。今日のホームルームでクラスの出し物を決めるんじゃないか？転校生もルリアちゃんもやりたい出し物があるなら今から考えておいた方がいいぜ。あれ？でもそういえば今年ちょっと早くない？ああ、言われてみれば確かに。まあでも校長やら先生方の方でなんか都合があるんじゃないか？それもそっか。まあ先生方の考えることはよくわかんないからな。それでね、私たちのクラスはお化け屋敷をやることになって。私たちのクラスは仮想喫茶になりました。焼きそばの屋台も捨てがたかったけどな。私たちも他の教員から聞かされたな。顧問をやっている者は大忙しになるらしい。どこのどんなもんであれ、祭りってのはテンションが上がるな。しかし俺たちにとっちゃ勝負どころだ。他の方法も探し続けはするが。ったく、結局学校内にいる協力者ってのはいつになったら出てくるんだよ。不明なものを頼ろうとしても仕方がないわ。今は私たちができること、やるべきことをやっていきましょう。まずはこいつが最初の難関だよな。もう一度きちんと話せばザラストラさんもきっと分かってくれるはずです。
来ると思っていた。君ならばね。本題を問う前に、まずは現状の説明をしよう。会長選挙には風紀副委員長であるキティオン君がすでに立候補している。ここに君が出馬すれば、思わぬダークホースの登場となるだろう。その上で君に問おう。君は生徒会長になってどういう学校を作るつもりなんだ？自由。自由か。個人を縛る校則を撤廃し、フィロス共同学校をより自由な学び屋に変える。それが君の目指す理想の学校といったところか。君はどうにも現行の校則に納得がいかないようだな。校則がどうこうってのより、新王のやり方が気に食わねえだけだ。ルールで縛りつけて戦う力すら奪いやがる。こんなもん、いくら平和でも新王の都合のいいように管理されてるだけじゃないか。それは彼女の意思を代弁しているという認識で良いだろうか。おう、ま、そういうこった。私たちは長い間他の区域にいたものだから、イスタバイオン王国の方針やそれに追従する校則にどうにも違和感があるっていう話ね。素晴らしい。それ以上の言葉はない。ひとまず会長を目指す信念において君は合格だ。意外。立候補するのも許可してくれないかと思ってた。イオ君、それとこれとは別の話だ。確かに私は君たちの信念を支持することはできない。しかし生徒諸君が君たちを支持するか否かは彼ら自身が決めることだ。そして何より、己と対立する意見であっても議論そのものを封じてはならない。これは大小を問わず祭りごとの場として当たり前のことなのだ。それじゃあこれで彼女は会長選挙に立候補できるんですね。あとは学校のやつらみんなに投票で白黒を。いいや、まだだ。まだ君の出馬は許可できない。おいおい、これ以上まだ何かあるってのか。君も風紀委員になったのなら分かっているだろう。フィロス共同学校は力なき者に戦うことを許可しない。無論彼ら自身の安全のためにね。校則の第32条にあるように、風紀委員だけでなく生徒会役員もまた戦う席を負うものだ。意外かもしれないが、パティア君もカウンターを主とする古武道において人並み以上の実力を持っている。私の話はいいですから、会長、続きを。うん。何より生徒会長は全ての委員会を含めた学校の長だ。実のところ、エガニス校長から君を会長候補に推す話をもらっていてね。しかし生徒を守る力のない者に生徒会長は務まらない。これだけは決して譲ることはできない。それゆえに君には私と風紀委員長であるラクレイスに対し力を示してもらいたい。生徒会長さんはわかるけど、なんで風紀委員長さんも？いい質問だ。しかし理由は明白だと思う。なぜならばラクレイスこそがこの学校において最も強いものだからだ。最小にして最強の風紀委員長。うん、素晴らしい響きだ。おい、今最小って言ったな。あとあんまり最強最強言うな、恥ずかしい。幼馴染の小粋なジョークだ。見逃したまえ。
私は君と異なる考えを持ってはいるが、君の信念も決して悪いものではないと思っている。しかし全ては力が伴ってこそだ。どんな理想も掲げるだけでは意味がない。幸い君は空域を渡るほどの実力者だ。荒ごとにも慣れていると聞く。その力は存分に披露してくれたまえ。後悔するなよ。出そう。これをどう受ける？君の覚悟、存分に見せてもらった。素晴らしい。まさかこれほどの実力だったとは。いや、侮っていた私を許してほしい。正直全身ボロボロだ。ってことはこれで生徒会長選挙への立候補を認めてくれるんだよな？もちろんだとも。必要な手続きや選挙の流れについては追って私から説明しよう。これであとは生徒会長選挙に勝つだけですね。対抗になるのは副委員長のキティオン先輩よね。他の風紀委員とかから随分信頼されてそうだけど、1対1の対決なら少しは。いいや、生徒会長候補もう一人いる。いや、こいつの他に立候補してるのはキティオンだけじゃなかったのかよ。フィロス共同学校心得第104条、会長選挙への立候補には現職からの推薦もしくは信任を必要とす。実は私の方から会長職に推薦したい者がいるのだ。お前まさか。私は現職の生徒会会長としてパティア君、君を次期会長候補に推薦する。は？どういうことですか会長。私を候補に推薦するって。私が生徒会に入ったのは学校からの評価のためなの。会長は知ってますよね？もちろんだとも。君は一昨年、去年と立派に会計を務めてくれた。その手腕を見て君ならばと思ったから副会長の任を任せた。そして今度は立派に副会長を務め上げる君に会長選挙へ出馬してほしいと思った。いや、正しく言うならば君こそが生徒会長になるべきだと私は確信している。どうして私なんかが会長になるべきなんて。
君にわからなくとも、私には君が会長になるべき理由がわかる。人は時として他者にしか気づけない性質や長所を持つこともあるのだ。もちろんこれは強制ではない。断ってくれても構わない。しかし君ならばできる、やってくれると信じているから、私はあの場で推薦を明かしたのだ。どうだろうかパティア君、この推薦受けてくれるか。わかりました、わかりましたよ。受けます、その推薦。でも会長が推薦したのに結局落選しちゃっても、私知りませんからね。それでこそパティア君だ。